発言してください。はい、おはようございます。村人陣営の鮭です、えー。そうですね。9人局あんまりやらないんですけれども、12人とか9人新規はよくいます。えっ、ー、と、そうだな。基本的に、なんだろう、役職。まあ、そうだな。こう、なんかあんまり進行論、9人局の知らないんで、とりあえず村人、役職の方は、えー、とりあえずめちゃくちゃ白い発言をしてくれれば、えー、絶。 ににら,らなないいので、るるべくく考察ととかか白い発言を、えー、長めにしてくれ助かります。まあ普通にね白ければ、うん、普通に釣らないと思うんでまあ、白、黒いやつがいれば勝手にボローが出ると思ってるので、はいえー、皆さんよろしくお願いしますまあ、おそらく自分の色グレーになっちゃうんですけれどもまあ、2周目頑張ります以上です9番のプレイヤーは発言してください おはようございます。占い師をさせていただきます。三番に白が刺さりました。三白です。三白です。八番さんに関しては、うん、上げをしてるゲームになったとしたら、八番さんって黒かったと思う。なんでかっていうと、役職の方と村人の方は、えー、白くなってくださいだっけ？なんかそういう発言してませんでした。 八さん人狼なのかなって言われかねないような言葉の使い方はちょっとやめてほしいと個人的に思いました。これからの進行論を挙げさせていただくとすれば、初日かりのみ使用可能ですよね、チャット。うん、まあ出るか出ないかは任せますが、個人的にはグレーにいた場合は出てきてほしいなとは思っています。あと、もう一つだけ言いたいことがあって、まあ仮に、えっ、ー、と、占い対抗が出てきたとして、 で霊能が一角します。そうなった場合は、うん、このレギュレーション的に占いオオカミで見るから、狂人がどこか探せって言われる人が多いんですけど、村人は探さないでほしいです。その人が狂人に見えて仕方ないので、それ以外は別に私はそのこ,こまでは考察しないかなと思ってます。黒をやってればいいかなと思ってるんで、それくらいですね。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、ああ、例のです。例の。 私にはこう、ね、潜伏の能力がないんで、素直に初日に出ます、はいえー。9番さんは出たのは、一章になったとき、村人が狂人を探さないでって言ってたかな,、うん、なんか村人を探さないでって、一瞬聞いてえ、何言ってんのって思ったけど、まあ、普通に考えたら村,村人がなんか狂人を探さないでっていうふうに言ってたんだろうなって、今思いました。 8番さんに関しては、なんか9番さんが突っ込んでましたけど、まあ特には、まあ確かに言い回しはつけるっちゃつけますけど、まあ別に、まあ別にって感じですけどね。うん。まあ、8番さんの言うとおりグレーだと思いますけどね。はい。えっ、ー、とる、とりあえず占いが2人出たら、ほぼ振動で見ますけど、まあ精査しっかりしていきたいなと思います。私が芸、えー、のです。以上。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。 ノシ者です。私が本物のノのャです。うん。1番さんに関しては強人だと思ってます。レギュレーション的にね。また盤面確定してから改めて考えていこうと思ってます。8番さんに関しては、まあ、特に気になる発言はなかったですね。9番さんに関しては、なんか上げやすいというかさすがに無理やりすぎかなっていうところと、あと、占い CEO をさせていただきますって言ったのがどうなんだろうって感じですね。許さないって言ったら、じゃあ占い CEO はしないのかなって思いました。 っていうぐらいかな。まあ、印象悪いとどめておきます。一番さんに関しては八番さんにヘイトを向けておきながら九番さんのアゲアストリを批判する。八番さんをどういうふうに見ているんですかね。視点がブレブレだなって思いましたね。八番さんのことを狼だと思ったらやっぱ強人っていう目線かな。グレーにはあんまり、あのー、触れたくない。ヘイトは向けるが、えー、しっかりカバーもしておくっていう観点が一番さん強人だと思ってます。 3番のプレイヤーは発言してください。まあ、さいはい、3番です。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、例のにしようということで、えっ、ー、とそうです、ね、基本的には釣り系でいいと思ってます。審議はつけれないと思っていますね。はい。ただ、えっ、ー、と、なるべく2戦目の方から釣りたいと思っているので、真の方には頑張っていただきたい。1番さん、2番さん、どっちの審議はまだついていないが、 先発しないでいただいて、ありがたいと思ってます。<laughs> うん、そうですね。八番さに関してはまだ全然わかんないです。僕も盤面揃ってからでいいと思っています。まあ、仮に九番さんが狼だとしても、僕は自分の白を知っているので、かっこいいはないとだけはまず言っときますね。はい、以上です。四番。 はい、4番村人陣営でしたってことでね、9番さんがまあ3番さん、白、うんそうだ。対抗出てから9番さんの精査はしっかりしようかなと考えてます。で、気になったのが、気になったっていうか、まあ、芸能者なんですけど、2人ともね、1番さんは8番さんのことをどう思ったのかなーってのが全然なかったんで、悪い意味でフラットです。2番さんに関しては、1番さんのね、対抗ここが黒いよーってぐらいしか言ってなくて、同じく8番さんにどう思ったのかなっていう視点がわからなかったです。 で3番さんは囲いはないよとは言ってたんですけど、なんか占われたくないのかなという,うな感じがしました。太鼓が出た場合ね。そういった印象を受けました。具合ですね。はい、以上です。5番さんどうぞ。5番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、おはようございます。お願いします。私が真の占い師ですね。7番さんは白です。7番さんは白。把握お願いします。<白>8番さんから触れていきますと、 まあ、八番さんは安定の色地なしという印象です。別に印象良くも悪くもないという印象ですね。はい。あ四番さん仮りしよう。はい、ありがとうございます。おこれ、マジか。これ、グレーズ目いかないですか、えー。皆さんし、えー、例の心境で見えてるのかな。うん、占い先が、えっ、ー、と、役職にどこもぶち当たっていないため、 うん、グレーが相当狭い。えー、1、2を新境で見るなら、えー、グレー詰めをしたいかなというところですが、うんまあ、進路、進路も一応追いたいんで、まあ西目発言聞いてですが、皆さんの意見聞きたいですね、ここは。相当聞きたい。はい、進行、ちょっと考え皆さん考えてください。以上。6番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。村人事件、塩特にございません。一応聞いておくと、4番さんの対抗はいらっしゃいますか いないのであれば、えー、3、6、7、8の中に1人道1、ないし1強人、振動振動だったら。となると、振動振動の懸念をするのであれば、普通に例のローラでいいと思っています。4番さんの対抗を求めた理由としては、4番さんがちょっと黒いなと感じたからです。1番さんに対して8をどう見ているのか、2番さんに対して8をどう見ているのかと、4番さんを言っていたけど、4番さん自身が8をどう見ているのかというところが。 俺は聞けなかったと思ってたんで、4番さんちょっと黒いなと思いましたが、4番さんが仮であるなら別にいいです。普通に霊ロラしてっていいんじゃないですかねと思ってます。霊能の審議についてはつけられていませんが、まあ、2番さんの方が発言は伸びて当然かなと思っているんで、1番さんの2周目の発言も聞いて、また考えていきたいと思ってます。黒く、うん、狼だねー。 たおはようございます自分を含める点、えーとそうですね、私もレイロラからでまずはいいかなと思ってます。というのが、えー、理由としては、えー、3番さん、6番さんからそれほど黒要素が拾えてないっていうところが正直なところですね。8番さんについては正直まだ色が見えてませんので、2周目黒いっていうような話であれば、うん、グレー詰めもなしではないとは思いますが、えー、基本的にはレイロラかなというふうな印象です。 1で、1, 2番、さんについてですけれども、えーとまあ、3番って4番っていうの位置ですんで、うん、そこまで審議は正直つけられてないっていうのが、えー、正直なとこですね。占いの部分については、うん、5番さんのほうがやや発言的には新目のような感じは受けましたけどね、ただ、うん、9番さんの話、2週目聞いてみないとわからないですけど、発言的には5番さんのほう、現状、やや新目で見てるって感じですね。 今日はまずレーロラからでいいかなと思ってます以上です8番のプレイヤーは発言してください えそうですね僕も霊ローラーカラーでいいと思っています。まあ、その理由としては他のところを釣ってる暇がないからっていうところですね。うん、二人イ確実に釣れる、えーまあ、その霊ローラー、占いローラーからするのが基本かなとは思っています。うん、まあ決め打ちになってしまうとは思うんですけども、占い師の方は。でそうだな、霊ローラーに関しては、えっと、どっちを釣ったとしても、えっと、あでもどっちかを釣ったら白って出るパターンがある。 あるのかなんか黒塗り、まあでもどっちも白っていうのかな、わかんないけど、まあどっちもが強人として置いてるとしたら、まあどっちも白っていうかなと思って、どっちでもいいかなっていう目線ですね、僕は。で、そうだな、9番さん、5番さんについて言うと、今のところ5番さんの1週目の発言が、えっと、グレーから行くっていうのがまた何とも言えないなっていう。うん、こんだけグレー狭くて、で、その上、えっと、 西洋ずつ、西洋じゃない、なんつうんだろう。2人ずつ役職出てるのにもかかわらず、確実に一人街、二人街釣れる、そこを釣らないんですかっていうのが気になってしまいました。はい。なんで今のところは9番さんがどちらかというと白いかなとは思っている。まあ、ただ2周目の5番さんの発言次第では変わるかもしれない。えっと、そこの だろう進行をどうするかっていうのを判断つけられなかった新占いの可能性も一応追います追うんですけど今のところ新目がないのは5番さんです以上です<番>分かってないんでしょ、ね、うね八番さんはね えっと結論から言うと今日はレイロラからいきます。ロラします。絶対ロラします。5番さんの発言から5番さんってグレー冷たいって言ったんですよ。5番さん目線のグレーっていうのは3、6、8になるんですよね。その場合7の囲いもなくはないし、新郎新郎の可能性もなくはないえ。だから私はレイロラからいきたいと思ってます。新郎新郎じゃなければ、5番さんが狼だと仮定して言うのであれば、ほぼほぼ相方は7番さんかなと思ってる。てか 8番さんがようやく触れてくれたんだけど、5番さんの発言誰も拾ってないんだって、67に言いたかったですね。でも7番さんっていうのは5番さんの方が発言的に新名かなって言ったんですけど、一体どういうところが新名だったんですかねそこをちゃんと言ってほしいなって思ってます。レイロラからは普通に2戦目の高い方から釣っていきたいと思ってます。4番さんがカリドでよかったです。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。うん <coughs> えー、9番さん、5番さんに関してはまだフラットですが、5番さんの使用先の7番さんに関しては普通に切りました、9番さんも言ってましたけど、5番さんの、うん、信用、発言的にそこを説明が欲しかった、そこだけ言われても、村に説明してくれないと、ちょっと何を言ってるのかが理解できないので。 ただ、まあ、占い師に触れてる自体は印象がいい、まあ、でも普通に5番さんの白だし、囲い,いも十分あるかなと思ってるから、うん、7番さんは2周目にその理由をしっかり皆さんに、えー、グレーに落としてほしい。8番さんは、えー、と5番さんに攻めていって、まあ、9番さんに仕上げた。正直ね、私は占いに触れるのはすごく印象がいいんで、8番さんは、まあ、まだ、えー、ちなみに1周目は8番さんグレーって言ったつもりなんですけどね、ちょっとそこは。 皆さんに伝わななかったのは申し訳ない、うん、で、えー、6番さんは普通に白いと思ってる方えっ、ー、とグレーかグレーですよね、えー、6番さんねこう4番さんのことを太鼓募ったんですけども6番さんがオオカミであれば4番さんから死を出た場合ってほぼほぼ、えー、まあ普通に死んですよね強人オオカミがいきなり出るわけないと思うんで。はい 6番さんが素村だったとき、やっぱり4番さんが本物のなんか偽物なんかっていうのはやっぱりわからないはずなんで、ね、狼だったら出てきた瞬間、ああまあ、しっかりと死んだんだろうなっていう、盲信するところ、6番さんは普通に太鼓いますかって聞いたところは正直村っぽかったです。はいえー、3番,さん3番さんに関してはなんか例の ロラッとしか印象はないですねあちなみに私は今日絶対に2番さんか行きますグレー詰めは正直ないかなと思ってますね私目線の対抗の人外の2番さんまあ、今日かローかどっちかわかんないですけども吸ってくれたら私が明日色を出してあげますね、はい、9号に関してはまだうん精査はつかないかな、うん、2>, 2番のプレイヤーは 発言してください。1番さん6番さんと8番さんを白く感じてるなら3番さんか7番さん特に7番さんはえっと5番さんをやや新面に見るって言った発言をしたんですけど7番さんはちょっと発言でじまけてましたよね7番さんは5番さんを新面に見るという発言が理由がないか黒いって言ってましたよねじゃあ7番さんから釣ればいいんじゃないですか6番さん8番さんが白いならなぜ私は釣るんでしょうか全く理由がわかりません7番さんの 7番さんつって色見ればいいじゃないですか。7番さん黒いと思うんだったら。じゃないんですかなんで私は釣るんですかもう強靭ムーブですよね。1番さんね。9番さん。9番さん目線はさ、例えばさ、じゃあ今日6番さんを処刑しました。で、明日大体クロス占いですよね。しかも特に9番さんは7番さんのことを黒いと思ってますよね。7番さんを占いました。仮に6番さんが例の結果白出て、7番さんが白出た場合って8番さんが黒になるじゃないですか。消去法で。 じゃあ、グレーって言った方が良くないですかなぜ例のローラーをしたいんでしょうか ?5 番さんの言ってることはマット。しかも4番さんが出た時点でそれをすぐ,すぐ言えるっていうのはかなり印象がいいです。この5番さんに対してヘイトを向けてる8番さん、9番さんは何なんだろうって感じ。ただ、それ以上に、えー、グレーで黒いのは6番さん。誰も触れませんでしたが理由としては、えー、3678の中に狼がいるって言ったんですよ。なんで自分も含めてるんでしょうか それから、片白も含めている理由がよくわかりません。6番さん目線は、先ほど説明した通り、8番さんを処刑して、クロス占いをしてもらえば、確実に狼がわかるはずですよね。じゃあ今日は8番さん一本釣りでいいんじゃないですかうん。で、それで霊能ローラーに行く理由がわかりません。6番さんかなり黒い。8番さんに関してはまだわかってないのかなっていう感じ。9番さんに関しては、霊能ローラー絶対行きたい うん、これはグレーの中に、えー、相方がいると見て、えー、いいと思ってます。5番さん、新規名字の6番釣りでいいと思います。はい。まあ、レロランテでいいと思いますけどね、僕は。で、うん、2番さんと意見が違ったの6番さん、僕は白く見えちゃったんだよな。6番さんってオオカミであれば4番さん、叩く必要なくて6番さんが仮に陣外であれば。 うん、6番さん自身が仮人を使用して4番さん叩いた方が絶対強いと思っちゃったんですよね。うん、だから6番さん、ん僕は白っぽく見えたし7番さんが狼であった場合っていうのはえ仮に57狼だったっていう場合は3番僕にちょっと黒塗りをしとくべきだと思ったんですけど6番の色が黒要素を拾えていないって言ったところも7番さんは印象良かったかな。うん だからグレーラやしの現状8番さんだと思っても相対的に黒く見えちゃったかな。まあ、今日はレイロラいきます。以上。4番のプレイヤーは発言してくださいそうだなぁ。とりあえず、うん、まだね、グレーに関しての精査はついてないけど、1番さん、2番さんだったら2番さんの方が新目だなっていうだと思う発言的にはね。 一番さんってのは結局なんか二番さんから釣ってほしい。じゃあ一番さん目線は二番さん強人だと仮定した場合、残りどこにね、グレーいいのかな。 グレーの中にオカミがいいのかなっていう発言をねしっかりとしてほしかった。その点、2番さんっていうのは、新霊能だったら7番さんとか、たしろね、でそれで色見たらどうなのっていうふうに言ってたってことで、2番さんの方がちょっと新芽ではある。ただ正直言って、3番さんが言ってた通り、6番さんがね、仮 CEO でおぶたたけばいいじゃんっていう話だは結構なっくる言うな、村人でも。グレー生産の点で不審なのは2番さんなんだけど、霊能者としての発言からは2番さんの方が新名かなって感じで、一旦2番さん にて5番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します <laughs> え。霊能に関しては圧倒的に2番3品目ですねえ。グレー詰めをしてなぜこんなに叩かれてるのかが全くわからないんですが。うんまあ、3番さん、そんなに黒いかなという要素はなかったので、まあ、もちろんあのグレー、今日グレーあの連れた場合はね。 あの必ずクロス占いをしますが、えーまあ、6、8どっちかにいそうなんですけど、完全に。で、6番万んなんか、まあ、2万んは6万ん疑ってるけど、3、4万んはまあ6万んそんなことないっていうことでしたよね。えー、自分目線で言うと、6、7、8、えーまあ、7、白なんだけど、ここが普通にレロラーをしてきたんですよね。その時点でちょっと、もう、<laughs> 全然わかんねえって、リアルに思いました。うん な6番さんが0ロラをした時点で6番さん黒結構硬いのかなと思ってたんですけど、まあ、7番さんも0ロラをして、まあ、8番さんも押してっていうとまあまあ七八に関してはね、まあ、流れもあるからあまりぶった切れないところもあったのかもしれないけどただ6番さん、まあ、2番さんも言ってたんですけど6番さんが自分は含めて相当気になりましたねした確かに、うん、6八精査結構。 まあどっちもどっちも白くないと思っているので、うん、ちょっぶっちゃけど、どっちでもいいけど、どっちか釣りたいです。必ず。戻りましたうまあ6番さんの最後のって言うとあれですけど、まあ、2周目の発言聞いて、いや6か8、どちらかに僕は入れます。以上です映像戻りましたグレ,レーズレはさすがにないでしょ。 で、5番3視点6を叩くってことは、霊能神経で2番が神明ってことだから、1番さんが強、えー、人の69ロ朗っていうふうな見方をしてるのかなと思っています。で、678って触れたって言うけど、3678って自分が含めたっていう意味に関しては、そこまでおかしいですかあと、3678に一同なんて一言も言ってませんよ。えー、私は霊能神道、占い神道、神道、神道盤面を想定して、3678に一陣外っていう発言をしたんですけれども、 それで6視点は8が黒になるんじゃないですかって、クロス占いで白白ってなったとしても、霊能振動占い振動であったら37に強人がいることも懸念しないといけないんで、はい、8が黒になることはないです。なんで自分も入れて陣人いだとしても。と言っておきますね。なんだろ、俺だけかもしれないけど、霊能振動占い心境に見えてしょうがない。5番に関してはグレーから行きたいっていう発言が、 狂人くさいし9番に関しては、強靭を探さないでっていう発言が強靭臭いなって思ったんですよ、一周目に関しては。で、俺は8番さんのことを1周目に関してはそんなに黒くないかなって思った。8番さんというのは白い位を探そうとしているところから、オオカミであれば、えー、黒い位を探したいと思うんで、8番さんは進行論だけであまり色をつけたくないけど、白寄りのグレーだと思っているし、えー、37に関しても7 5ローとかであった場合っていうのは、7番さんが理由もなくね。 大した理由もなく5番さんを締めっていう必要もないし3番さんっていうのは視点としてはおかしくないから全然振動振動も減んのかなっていうふうにもなってるんですけどね振動振動じゃなかったら振動振興で37に囲いがあるか8番が黒ってことでしょういやでも今日は普通に0ローラから行きたいですよはい今日が集まりそうなところにでも はい発言しますね、うん、6番さんは私、普通に村だと思いますけどねで、5番さんの視点でグレー詰めたいっていうのは、えーと、占い進路で霊能神経に置いた場合、グレーに一郎いるっていうのが分かった場合に限って、えー、グレー詰めが安定なんですよね、なので5番さんの視点って間違ってないんですけども、そこをきちんと、えー、話すべきであるかなっていうのは思ってます。 九一、えー、番さんにお答えします、すいいん私、5番さんの発言が新名って言ったのは、えーと、2番さんが言った通りです。5番さんって、えー、と例の心境で見てるのであれば、えー、クロス占いしてグレーを詰める、だから5番さん視点でいうと、6、8のどちらかを詰めて、えー、それで終わりっていう形ですんで、もうどっちかがはっきりしますんでね。なので、6、8番さん視点としても、新、え、郎、ー、新境で終えるっていうのが確定すれば、6、8番さんもグレー詰めでいい。 つまり、6番さんからすれば8番さんを押す。8番さんからすれば6番さんを押せばいいんですい。配信自体が止まってるから画質下げても、6番さんの説明ってすごい真っ当なんですよ。新郎新郎まで追うのであれば、うん、1、2の部分で、えー、レーロラで安定でしょっていう6番さんの視点って非常にムラ目だと思いますけどね。<laughs> なぜうん。まあ、8番さんについては正直いいえっと、2週目の発言も、えー、不思議だなっていうような感じはありましたが、うん。 で霊能については私、1番さんの方普通に2攻めで思ってますので、ね、2番さんの視点って非常にしっくりきましたんで <laughs> しっくりきてるの <laughs> で、占いについては、まあ、5番さんにえと、まあ、進路進路の視点があまりないっていうところは、まあ、引っかかりはし続き、えー、いかんせん、9番さんが結構、進路進路言ってるっていうのと、絶対霊能ラするっていう9番さんも正直分かんないなっていうので、占いについては9を2攻め、霊能については1を2攻め、日今日に入れます、以上。 投票を始めてください。ほらじゃないで。まあでも、全員黒いから。良さそうですね。三番さんぐらいじゃない白いと思う。一番。のプレイヤーが選ばれました。いえ。 1番のプレイヤーは発言してください。うん、普通に新郎新郎だったら25じゃないの。うん、5番さんが普通にグレー釣りたがってるのって新郎新郎だったらすごい納得なんだけど。うんで、なんか2番さんに言われましたけど、だったら7番さん釣ればいいって言われましたけど、いや、別にね <laughs>。 私目線7番さんをすごく叩いておったわけじゃないんですか。理由を聞いてただけね、まあ。叩いたっちゃ叩いたんですけど、そこまで怪しくは見てないんですよね。はい、誰が怪しいんですかで、なんか、なんでじゃあ私釣りなんですかねって、それは私目線あなたが確定人害だからですよ。私目線7番さんは確定人害かどうか分かんないんですよ。っていいじゃないですか。私目線確定人害のあなたに入れるって何がおかしいんですか明日絶対に2番さん釣ってくださいね。うん ちょっとそれはほんまに納得いかないな。いざい夜が来ました。目を閉じてください。 そのね、正ししくくはないでしょ全く2番に入れるっていうのはいいけどグレー精査が甘すぎるよねあんまりにももう一回やっても多分これ言い任せると思いますけど、ね、何一つ合ってないし結局グレー精査もしなかったし。 が来ました。昨夜死んだのは四番五番のプレイヤーは発言し,発言してください。はい、発言します。三番さんは白でした。はい、えー、昨日の六番さんの発言なんですけど、あのー ななんか号泣を神で見るみたたいな話ありましたよね五番さんが強靭グレーめをしているのが強人臭いって言ってたんですけど自分が強人だったらグレーめを押しますって普通に思ったし五番、まあ、さんに関しては強人であのグレーに狼いるの分かってるから一にレイローラ押しは、まあ、普通に分かるんですけど、うん、自分を強人をお聞きする理由が全く分からなかったんですね六番さん。うんう 新郎新郎で追う目線は確かにわかりますよ自分それはあの、まあ、別に追わなかったわけではないので、新郎新郎ねあの。なんで1周目はそのグレーズミしたいけど皆さんの意見を聞きたいっていうふうにまあ一応促させてもらったんですが、えーまあ、それで黒塗りをされたんでちょっと反のしてしまったというところです。はいうんでえー3 白出てるんですよね、はい、3七角白なんで、えー、まあ6八どっちかに狼がいるっていうことなんでうんやっぱり昨日6八行きたかったですね。まあでも例の手かけたらレロラ完水安定になるんですかね外したらあれですもんねうんそうか2番さんの方が新芽にやっぱり見えてますけどね 皆さんどうなんんですかねあの番さん皆さんも1番さんの2攻めで追って2番さん攻めで見えてるんなら、えー、2番進決め打ちで、えー、グレ詰めるかもしくはれあの売らないしあの、まあ、決め打ちにするかっていうところ、まあ、自分目線からしたらまあ9番行ってもらうのはもちろんすげえありがたいけど、うんまあ、グレ詰めも全然いいと思ってますよ2番進決め打ちならね、はい、以上です。6番のプレイヤーは 発言してください確かに、ご強じで追ったところはちょっとおかしかったし、えー、号泣を信教で言いつつも、振動振動とか言ってたところは、自分でもやべえ発言してたなっていうのは自覚してます。その点については申し訳なかった。うん、で、三位本が言ってる通り、俺は四番の対抗として出ればいいだけである、ここから俺の村要素を拾ってほしいかなと思っている。で、まあ、俺が黒く映る理由としては、西天っていうのは、振動振動を追ってお前が。 回避したいんじゃねえかっていう風に映るんであればまあ納得はするかな。うん、俺の投票理由がそれだったら、先に言っちゃうのが荒いけど。うん。で、2支っていうのは、一番強靭の9698、5658っていう風な見方なんでしょう。まあ、それをしっかり聞きたいです。まあ、それ次第では投票するかしないかを考えます。5658に。自がそういう発言でしっかり締めを取ることができれば、俺は5に入れようと思っている。 5番はグレー爪をしたいと言グレーの精査があまりにも薄すぎる点が臭すぎる。なんでグレーから行きたいならいいじゃん。うーん。って思ってます。で、37隠しろ。でももしこれ25進路であった場合に、37に、ただ6が、3, 7, か 3, 7, 人が外っぽくないけどな。あった場合は、明日 PP になる。地球だと思うけどな。<laughs> 6つれば勝てそうな感じがするけど。37の特段の強要素っていうのはな、拾えてないんだよな。で、8番さんの明確な黒要素もまだ拾えてないのが正直です。ごめんね、要素拾えないの俺が弱いんだけど、俺が弱いのは分かってんだけど、そこに関しては申し訳ないです。とりあえず2の発言を聞いて、えーまあ、5に行くか、9に行くかとか、2に行くかっていうのを今日は考えたいです。いい7番 のプレイヤーは発言して,言してください、はい発言しますね。まあ、妊娠決め打って、私は占いだったら急に投票しようかなと思ってますが、うん、万が一があっては困るので、ちょっと2番さんには大変申し訳ないですけど、2番さんに今日は入れさせてもらいます。えっ、ー、と、2番さんに申し訳ないですけど、入れさせてもらいます。で、6番さん、やっぱりちょっと視点、なんかおかしくなってきてません <laughs> ?5 番さんの視点からすると、グレー詰めって別に全然。 アリなんですよアリですすよ5番3視点のグレー詰めはありです。クロらないした上で、68で必ず分かるんで、なので6番3の視点としても、うん、5番3を偽で見るっていうのは正直ちょっとおかしいんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ、それをもって6番3が黒だとは言わないですけど、多分視点がちょっと、うん、間違ってしまってるかなっていうようなところですんで。<laughs> 私は今日申し訳ないですけど、2番3に入れさせてください。 万が一25の新郎新郎だったりしても困るんでね、いいで困るんで申し訳ないですけど、2番さんに今日は入れさせてください。で、占いの精査については明日、えーとまあした、9番さんも5番さんも、えー、68のどちらかに黒を出したりとかして,としてくると言いますか、すると思いますんでね。<laughs> ですので、今日は私は申し訳ないですけど、2番さんに入れさせていただきます。これは多分安定だと思いますんでね。 2 7番さんでも6の説明まうって言ったからね、うん、まあ、決め打ちできるほど、えー、決め打てればいいんですけど、ね、ってつつかなり決め打ちの,番さん 2> 2の説明しっくりです、ね。芯高いんです。申し訳ないですけど、今日は2番さんに入れさせていただいて、えー、占いの精査についてはあと1日、えー、きちんと、えー、考えたいなというふうに思ってますね。うん、現状は9の方2戦目かなと思ってますけどね、以上です。8番のプレイヤーは 今のところやっぱりこうお番さんが黒いんじゃないかなとは思っているで今日は2番さん釣りで確実に、えー、一陣街を釣りたいと思っているで2番さん俺的には2番さんの方が黒かったかなと思ってるんだよねだって結局さグレー釣ってもさその人さあの何生き残っている霊能2人からしたらさ確実にパンダにされるわけじゃんでその人も釣んなきゃいけなくて霊能もまた 2, 2つさロラしなきゃいけないってなったらさ結構辛い状況になってくると思うんだよねロラ,だロラなんてできないよ、うん、それを言った2番さんと5番さんっていうのはやっぱりいまだに俺は黒く見えているっていうところなんですよねうんとりあえず、うん、6番さんが言ったように辛労辛労あるんじゃないかなと思っている5番さんだって2番さんを釣らない方針だったでしょ今さっき九、うん、番 いう八じゃないか発言してください。今日は二を釣ります。二の真決めてる要素がないです。一番さんの遺言,言の方が真に見えました。一番さん投票しちゃったけど、一番さんの遺言,言っていうのは確定人間が二番しかいないっていうのか、えー、目に見えて分かってるのが二番しかいないっていうのが真っ当だと思ったし、別に七釣りを押す。 幼いは普通に考えて心霊能者としては普通に考えて一番さんの方が遺言的には真かなと思っちゃったマジで絶対申し訳ないなって気持ちでいっぱいなんですがえっ、ー、と仮に2が狼だった時は25ロだか成立すると思うか今の6番の発言は圧倒的におかしいものがあって PP 懸念をするのであれば普通に考えて二つり1択なんですよねそこがどうも気になった八番さんの今の意見は 結構白く感じたかな。5黒で8黒でだったのに <laughs> 8がこう釣りたいっていう思考にはならないかなって個人的には思った。表も浮いてるしどうなんでしょう,っ,っ,てう,うっていうところですね。うーん。うちマジで7番占っといてよかったけど、7番さんに言いたいんだけど、なんで私がそこまで偽に見えてるのか本当に納得いかない。マジで納得いかない。 私の白先だけど、本当に納得がいってないですね。<laughs> 話聞いてたか。番さんっていうのはグレー冷たいって言っておきながら、普通に考えて、それなら五番視点の怪しいところ、しかも五番って昨日の発言で三白いって言ってるんですよ。なのになんで三占ったのって、私七怪しいと思ってから七占ったんですけど、それの一体何が悪いんですかって思いましたけど。うーん。今日に釣り一択の五の相方、二が今日だとした時のみ。 68って言ったら8の方が白く見えたことから56六に見えちゃう私視点っていうのはそれだけやっておきます今日は2つりです以上です9番さんさ1番さん死んで見るわけ ?1 番さんさ遺言でさ「新郎新郎」って言っ,言ったんだよ で、7番さんのこと叩いてるんだったら、じゃあ7番さん狂人で見る視点まだあってよかったんじゃないで、特に、まあでも、7番さんは叩いてたわけじゃない。7はそこまで怪しくないって言うんだったら、じゃあ3狂人までの視点伸ばしていいでしょ怪しくない人多すぎない ?1 番さん目線。678が怪しくないんだよ。だったら3番さん狂人なら3番さん釣ればいいじゃん。新郎新郎で見てるなら。っていう視点だよね。それから結局グレー性差は全くなし。うん。 全く黒い人差が好きないよね。なんか自分の弁明ばっかりしてたよね。これを偽と見ないでどうするの私つってどうするわけこの後って思いますね。うん。で、それからさ、9番さんはさ、えっと、7番さんにめちゃくちゃヘイトを向けてたけどさ、えな、な、なんで7番さんヘイトを向けるの隠しろなのに。何、何してんのって感じだ7番さんも触れなくていいじゃん。9番さん、偽でしょこんなの。でさ、6番さん、8番さんにさ、言いたいんだけどさ、結局こうなるわけじゃん。 6番さん目線はさ、8番さん黒でしょ ?8 番さん目線6番さんは黒でしょで、じゃあお互い釣りをさないのなんでこう2番を釣りをしてるわけまあ、新郎新郎って私、牢を追うっていうんだったらまだわかるよ。9番さん言った通り。それもなしでさ、もう自分が釣られたくないようにしか思えないんだけど。うん。うん、昨日の1番さん結局さ、村に利益のあること残した もう普通に決めるとしてるけど、もう6番さんでいいと思うけどね。6番さんはさ、3678に人外があるって言いましたーって言ってたけどさ、いや、なんで自分入れてんねんって話なんだよ。まあ、別に人外でも狼どっちでもいいけど、なんで自分を人外に含めてんだって話なんだよ。人外のその、容疑者に含めてんだって話なんだよ。それが全く意味がわからないし、まあ、5番さんを教授に置ききながら新郎新郎った理由もよくわからないし、うーん。今日6番さん行こうよ。こう渡し釣る意味ある。ない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 。6番さん釣ろうよ。 三番のプレイヤーは発言してください。はい、ダメです。二番さん釣ります。正直僕どっちでもよかったです。なんか一番さん釣られそうだなと思ったから一番さん入れました。別に二番さんの芯を追ってたわけじゃないです。で六番さんが振動振動をうんだとしたら二番さん釣り手ですよね。一番さん白なんだから。六番さん振動振動だったら二番さん一択じゃないですか？と思っちゃったんだけど。 だんだん六番さん、えー、と7番さんもおっしゃってたんだけど、6番さんの視点がどんどんぶれてるっていう印象があるから、九、ね、番さんがすごく怪しく見えてしまっています。5番さんのグレーズリっていうのは、5番さん目線の話で全然わかるんだが、であれば5番さん目線っていうのは、例の心境で見るんだったら6、8どちらかに必ずいるわけだから、そこの精査をするべきだと思った。僕は9番さんの方が心っぽく見えてるんだけど、い上。ゃ。投票を始めてください オラじゃないべ 2>, 2番のプレイヤーが選ばれました2番のプレイヤーは まあしっかりまあ私ずりもまあまあ村目線は分かるんで私の内容もう6番さんはやっぱ釣ってほしいから多分6黒は出ると思いますけどね、うん、6番さんはさ今日5に行くか9に行くか2に行くかって言ったんですよあなためなんで5と9に行く視点があるんですかって感じ6番さん目線8釣ればいいじゃんてかもう正直言っちゃうとさ初日から86と8はお互い 釣り押すべきなんだよ。5番さんの言ってることは、ま、な何にも間違えてなかったよねで。7番さんが9番さんのシーン切ってる視点はやっぱグレーズメの、グレーズメっていう話が全く通ってなかったっていうところと、まあ、改めて今日7番さんにヘイトを向けてるってところがもう9番さんのシーンはないよね。うん 5番さんさ、3番さんに言いたいんだけどさ、5番さん、芯切れる要素あったどこをどう見たら9番さんのことを芯に見れるのか全くわからないんだけど、どういう視点なんだろうって思ったね。これ3番さん残されそうな感じするけどね。7番さん噛まれるんじゃないと思うけどね。普通に9番さん偽でしょ、うん、どういう視点なの ?9 番さんの芯要素全くないじゃん。1番さんののは芯寄りとか言ってさ、 結局、釣り逃れしてるわけでしょ今日も。一番三振目っていうことによって、私を釣り寄せるから。で、七番さんにヘイト向けでしょで、グレーツ名は飲めない。霊能ローラー。相方が釣られたくないからでしょで、こんなに黒い人揃ってるのに、九番さんの黒見ない人。おる五 <laughs> 番さん一貫してグレーツ名行きたいって言ってるよね。でも五番さん目線はさ、いいんだよ、それで。六番さんつって、 クロス占いして全部白だった場合は8番3釣ればいいしパンダだった場合はまた改めて精査していけばいいわけですし絶対すっきりですよね5番3目線は。ってことだよね。まあ、5番3を新目に見れない人はやっぱどこを新目に見れないのかしっかり言ってほしいかなと思いますね。明日ロックズリ夜が来ました目を閉じてください ただね、8級だと思うからこそ、6番さんのこんなヘイト向けるいんですけどね。多分5は6白出すんじゃないかな。思うけどな。で、パンダになるんじゃない ?6 が。6黒、6白になると思うけどな。9から6の黒が出て、5から6の白出ると思うけどな。6級はないと思うけどな。どっちみち8が黒なのは間違いないから、まあ6にヘイト向きといて間違いではないでしょう。う 6、9番さんは、やたら、推理がずれてるだけかもしれないし。5番さんは、まあ、グレーズめの一点押しだから、別に、不思要素ではないんだよね、別に。それは、狼でも言えるから。6番さんは、やっぱ、あのブレブレは、やっぱ、狼ではないと思うけどな。8九だと思うけどね、素直に。8九か85だと思う。8、狼硬いと思う。朝が来ました。 5から6白出て、9から、昨7かんだ。<番>アドバイス通り。番6白ははは、<laughs> なんで <laughs> え6代6代 ってことは、5番さん釣ればいいかな、終わるんじゃないかなと思ってるんですが、僕は6番さん釣りしても僕は白だと思っていたからかたた、何やってんのんで 6? んで6白出したの僕は1周目から4番さんを、えっと、太鼓いないのかって言ってる時点で、絶対に白い黒さん。そこ絶対に白い黒さんで。新洋勝負に持っていこうとせるのかな絶対に2番さん人外だろうって思ったし、で、 5番さんがやっぱりグレーズリー行くって言ったのおかしいし。6黒出すでいいでしょ。5番さんさ、グレーズリーから行ってンダ出たとしたら、ああ言言たそこからまた精査すればいいって言ったけど、そこからじゃ、1周分遅れるって何度も言ってるんだが、俺。遅れないんだよな。うん、発言ちゃんと聞けよって言ったの、おまうん、すごい思った。<laughs> で、2番さんは、えっと、ロラする流れで、確認に一人が連れるっていう村人目線わからな,いかなってい。何っいましたねうな、ん。何なんっんて思ったな。 仮にそれで本当に役職だったら役職失格だと思うよ。自分釣り飲めない以上。<laughs> いや、飲まないよ。村目線で全く考えてないじゃん、あんたっていう。飲まないよ。今日は5番3釣りますここ間接的に飲んでるだろう。はい、以上です。んで5釣りになるんだ、それ発言してください。結果6ロでした。私目線っていうのはカングレは8なんですが、昨日の、昨日1日目と2日目の投票先から見るに、 6はただの SG にされてたっていうことがわかりました8番さんのあってまず説明すると1,2が心境だった場合5番さんがローになって で8番3黒が濃厚になるんですが8からは黒要素が取れてないです私としてはなので新郎新郎が濃かったんじゃないかなって思ってますだとしたら強人1は新郎新郎を迷ってて2番を釣りたくないっていう思考をしてた6番だと思ってますね強人は8の強人はないと思ってる3も普通に8白だと思うんだけどここで終わると思います ほぼで終わんなかったら8になるんだけど、<laughs> 8番さんから黒要素が全くって言ってほど取れないんですよね。あと相当黒いけどね。私視点っていうのもグレー詰めを提案はできるんですよ。5番さん視点っていうのも私視点っていうのも、占い位置は変わらないから、ほぼほぼ。 いやこれ強発な気がするけどね。だけど私はどっちかっていうと一気釣り切った方が普通に。いや強発な気がするけどね。個人外は落ちるからっていう経営者としての立場に対しての発言をしてました。強発だと思うよ。二番さんが一に白結果を出したのはレギュレーション上の問題で一応強人で終わせたか。うんキューバさん辛いけどね。ポンコツじゃない。二が一クロ出した場合のみ二がケアズりされるからっていうことだったんじゃないでしょうかって個人的には思いましたけど。小林さん視点って私の相方どこですか？ 私の相方、どこで見てますって、個人的に思いましたね。5で終わると思ってます。以上です。もう8だと思うけどな。豚骨。豚シーンだね。豚骨。<laughs> はい。3番です。6番さん白だったんですね。すいません。<laughs> もうやん。えっと、今日8番さん釣ります。はい。今日8番さん一角ですね。3番さんえっと,と5番さんぐらいしかまともな人いないんじゃない進路進路を追うんですね。マジで マジですか僕は普通に。勝てるんじゃない ?58 で。えっと、新郎新居だと思ってますけど。はい。いやー、9番さん、そうか。まあ、今日は8番さん釣りですよ。今日八8番さん釣ります釣れるんじゃないこれ。ああ、昨日は9番さん、新っぽく見えたんだけどな。まあ、一応、5番さんの発言も聞きますが、今日は8番さんに入れます。今日は8釣り一択だよ、はい 以上です。5番のプレイヤーは発言してください、はい発言します。えー、はち釣りは全然飲めますね。まあ、自分目線は9つってもらってもいいですが、まあ、号泣精査しっかりしてもらってもいいですが、まあ、ち釣りは全然飲める。うん、まあ、村目線としてもそ、えー、れにしても号泣のローラーはできないわけなんで自分さんが5番釣りって言ってのもよく分かな えっとはまあ、結局、信教だった場合はあのーまあ、そこ精査しないといけないんでいやだから今日新,日,日新規目打って、明日八8いって、8、9オオカであってほしくない、強人としては。まあ結果は一緒だと思う。5、8であってほしい。うん、八、まあ、釣りは全然飲めます。本当は9行きたいけどってとこ、まあ。で、相方誰、誰って言われた、どこって言われたんで、一応答えておくと、まあ、僕も1、2は新教で見ています。で、6番だと思っていましたよ、昨日までは。 うん、なんで6を占ったしただ白だったわ <laughs> 6万3すいません本当にすいません完全に申し訳ないでまあ結果8というところですねはいあのー、まあ別に8万3の黒予想、まあ、6と8で精査したら6の方が黒いとは思っていました正直なので9の相方は6だと思っていましたずっとねうんでも占ったら白だったんで結果は違いました申し訳ない はい、で結果、8が相方でしょう。という考察ですね。はいまあ、昨日までの考察と今日の、まあ、結果、自分の発言していることが全く,く違っている、食い違っていることを把握しています、はい。そこは本当に無能だったというところで、申し訳ないという謝罪しかないです。<laughs> えー、本当は9に行ってほしいが、まあ、さんまさんが8に行くのは、5っぽいな、これ。そして明日号泣、59、えー、新規に打って9番を釣ってください。以上。 発言してください強人じゃないよね。3番さん強人じゃないよね。21進路で、59進路であったとき、2がローで952ローいて、3番強人であったらあした PP なんだけど、<laughs> やばでも、どの道今日、59で決め打ったとして、間違えたとしても、8番が強人とか3番が強人であった場合はピーピーなんだ、な1かく黒なのに、各チつらの進行あるど。どうすればいいんだろう。で も申し訳ないと思ってる。俺、教人じゃないこれ。俺は多分、自分が SG1 だってことを自覚してる。で、俺はずっと考えている。俺はなんで隠しろになったんだろうって、めっちゃ考えている。でも、9番が俺を強人で見る視点っていうのは、やばいでしょ。<laughs> 6番強人でずっと新郎新郎追ってたって言ってんだよ。強人としては最悪でしょ。 8つって神なしでいいんじゃないかって思うんだけど。だから、ね、俺が占い3仕様にしたり仮縫いし仕様って22の場面作とかの方がよくねって思うんだけど。8つって紙なしでいいなで8視点も5級そんなに決めれないと思うんだけど5行けば終わるんじゃないですかそこで8級っていうのが見えてしまった。3番さん強靭じゃないよね。3番が強靭であった場合っていうのは。<laughs> どういう視点の三強人。いや、すり寄せないと思うんだけどな。俺も明言できないと思う。だから、あるとすれば7番強人かな。新郎新郎であった場合は。って思ってたところ、噛まれてるから。8位って大丈夫だよね。8位って大丈夫だよね。俺は本当に強人じゃないです。マジで強人じゃない。強人であって、新郎新郎をずっと言うメリットがないもん。え、2、1、新郷5、9、新郎であった場合。逆であっても、新郷で、 はっついて大丈夫だろうね。うん、はっついきます。<laughs> 投票を始めてくださいどっちみて勝てそうだな野球じゃないと思うけどなで会ってほしくないけどな8番のプレイヤーが選ばれました ーは5に投票か <laughs>。8番のプレイヤーは発言してください。いや、これはきついな、これはきついわ。もどうしようもないとは思うが、ん昨日の投票先を見てみ、25二2人とも6に入れてんだぞ。で、2番さんずっと6番さんになんか黒,黒疑惑を出して,て、5番さんも6に黒疑惑を出してずっと。 ま、5番さんがそこに白出したのはちょっと間違いだと思うけど。いい考察25してけー。いやでも6番さんが強人だったパターンもあんの、これ。ないないよね、普通に。俺7 3、3か7強人だと思ってるってことちゃんと言えばよかったかな。うん。投票先からとか見てもなんかこう黒すぎねと思ってずっと思ってたけど、グレーから行きたいとか。そこをずっと2番と一貫して同じだから何なんだろうって思ってたの、ずっと。 はいまあ、どこかは知らんけど9番だったらちょっとっいいぞ強人ムーブ見出してけい <laughs> いやいいんだいいんだよ,いいんだよもういろいろ8番さんも黒角だからいいんだよこれでいろんなわけわかんないこと言えばいいんだよだからこれはいいんですよこれは。 いやー、58だと思うけどなぁ。いや、が多くてありがたいわ、この村。めっちゃ陣が多い,す <laughs> い。ありがたいわ。次ありがたい。なんなら僕は真、村にとっての真。 <laughs> 初日 PP だねこれね初日 PP 朝が来ました。昨夜は誰ああいいねそうかなしが正解ですねこれね素晴らしいこれ五番さんと思うけどなこのかなしは九番 のプレイヤーは発言してくださいああもうこれさ発言聞いてもったんだけど3番あなた強人でしょ絶対もうこれか普通に勝ち目なくね <laughs> ああ<ー>無理なんだけど普通にどういう視点なの3強でいやどこがどこがなんで8以降ってなったのいやどう考えても決め打ちでしょうーわまじでないわって思ったけどね <laughs> 普通にない <laughs> 八番の黒要素って何ですか八番オオカミだったら別に、まあ、どうでもいいんだけどさ。八番の黒要素上げられないから五で終わったとしたら八って白になるし、五で終わんなかったら八黒になるじゃん。もうわけわかんないんだけど。普通にわかんない。普通にわかんない。一日目から整理してくよ1日目から整理してくよ。五番っていうのはグレーズリを押してたんだよ。だから私視点っていうのは振動を覚えなくはないなって普通に考えて思ったの。 思ったからこそ、霊能ロラを完遂するって言いました。話聞いてましたか東洋先見ろよって普通に思ってたけど、これ普通に PP じゃねえかなって思ってっけど。どういうしてんの三教授。いや、もう村が、もう番さんがじゃあ村のことを祈って、五番に入れてください。マジで。いや、もうでも、いや、おかしいって三番、絶対教授だろ、これ。負けじゃないのどういうしてんたの三教授。もうめっちゃ唯一の村だったでしょ。 さんはこの村で唯一の村だったよ。たね、人外じゃなかったよ、唯一。だって普通に思いましたけケンカうで悪いけど、いや、マジで、マジで、本当にいただけない。<laughs> 本んにいただけないっすね。いや、ファッション出してくれな<う>これ、でも、さんまさん、ファ<僕>ッションで流されないからないんだよ。367、白だよ、全部。全部。五だけ唯一だよ、黒。どこにオーカミいるかすらわかんねえう。 いやーもうゴーつってくれ、ほんとに。これ、負けたくねよいや、ほんとね、狼さん、お願いだから俺噛んでほしい。<laughs> いや、俺噛んでほしいわ。いや、朝、マさン噛まれたように。なんかファンタジーな村人多くないですかって思ってたんだけど。<laughs> ファンタジーな村人。なんかファンキーな村人多くないですかね、この村。 そんなにっ皆さんど,のどの盤面でどう見て振動振動っていうのか全く分からないんだけど <laughs> 5番さんがグレース漁したから振動振動って言ってるんですか <laughs> それ以外ほぼほぼレイロラなんですよね皆さん <laughs> 面白<い>えー、で9番さんが急に振動振動って僕狂人 2>, <laughs> 2号オオカミ3強人ですか いやいや <laughs>。はい、あ、はは発, <laughs> 発言してください。はいは発言しょう。そうですね。まあ、基本させ、あ戻ってきたわ。うん。まあ、基本さんの相方はま八番でしょう。まあ、一二は心境でしょうず、ね、<合>これね。うん。ね八番さんが相方だったと思いますよ、普通に。まあ、基本さん釣ってくれればいいんですけど。うん。っていうか、あのー、霊能に、えあ、はいはい。 ハークです、えー、霊能に白結果が出ていなくて、彼にも打ち当たっていないっていう場面で、か、えー <laughs> まあ、ンぐレー2人っていう状態ですね。<laughs> これ、結構グレーいった方が圧倒的に村目線強いと思うんですかまあまあ、進路進路は分かるんですけど、うん、進路、いや、これ、進路進路、まあな、進路進路だったとしてもって感じだと思うんだけど。うん 結局決め打てる要素はあの例えば1周目、初週、皆さん、えー、1番さんを2戦目に置いてて、まあ、なんか遺言聞いて白いとか9番さんは言っていたけど、うん、2番さんを新目で置いていて、1番さんを2戦目で置いていて、まあ、合計に関しては精査は分かんない、まあ、各自どちらかっていうような。 村,あの村の信仰だったんだとしたら、普通に決め打てるわけなんですよ、2番さんで。まあ、結果ね、1番さん、まあ、初日に霊能に手をかけたから、まあ、2日目にもう霊能に手をかけるのは、まあ、まあ、気持ちとしては分からなくもない、それに関してはね。ただ、初日は違うでしょって思う。うん、初日。初日に霊能あんなにみんな決め打てるんだったら、うん、グレーいった方が圧倒的に強いと思うんですけどね。うん,うん、間違いちゃう。 感覚が間違ってんの自分別に占い師じゃなくてもこれ言うんですけど。黒やつ言うべきだな、うん、ここはでも5番さん。まあ。とりあえず、胸を押すとめちゃくちゃ黒く見られるっていういい勉強になりました。ありがとうございます。いやー、これ5発っもよねー6番初だと思うけどね。やっぱり3番さんは強戦じゃないよ。大丈夫だよ。 <laughs> まだ言ってんのか。<laughs> で、9番さんって、自分で人探してる人言ってみたら、9番さんめっちゃ強人探してる。3強人ならもう6投票でお願いしますって言えばいいじゃん。わ、えー、かんない。いで。ダメだこれ。あんたでもし。決め打ったとしても、八番強人であった場合は PP だし、8ローであった場合でも、決め打ち負けたら終わりだから、結果変わんなくねと思うんだけど、まあ、3番強人を懸念したら8いっちゃいけないけど、 3番さん、狂人っぽくなかったし。<laughs> まだ3の精査してんのか。3狂人であれば、だって1、2、2進路が出ていることを追って、急にローローしかないです、3番が狂人の時って。<laughs> ほぼほぼ占いしようと思うだ <laughs> まだ言ってるぞ。違うのまだ行ってら。うまい,い考察をしてるのは自覚してるんだけど。まだ行ってら。もし進路進路であった時って、安直に考えれば2、5で、 俺をめっちゃ投票して。でもそしたら5番が俺に白打つメリットってなくね ?3 番も6番怪しんでて。そうだよね。もうファイナルファンタジーだなこれ。<そ>頭ファイナルファンタジーだな。FF <え>や。FF ハムソーセージや。間違えそうだけど間違えたらごめん。俺は9の方が黒いと思ってしまった。 三の強靭要素。ファンタジー八番。どうしたところ。略して FF や。が三の強靭要素とは思わないんだけど。え、ち、違うのかな。まあ、いいや。三番さんが強靭だったら五に入れてください。僕九に入れます。それでよくないですか。三 <laughs> 番さんが村だったら、三番が村だったら五に入れて、僕九に入れて。欠点でもよくないですか。試すかね。投票を始めてください。<laughs> 頑張れ。三番まさんの胃を攻めていく。いいぞ、ーー6番。もっと攻めてけん。いはい、発言します。一応ちょっと、ちょっと思ったんで言っとくと、えー、と仮に新郎新郎だった場合、確かに自分目線でグレーズ目を押すと、あの自分、すごく似攻めだなって思われるのはものすごく分かるんですけど、あの理論としてね。これ逆、逆新居だった場合って、レイローラーめっちゃ押したら。 っていう話なんか逆理論じゃないかなってちょっと思ったんですけど、いや、もううと。例というレロ、あのレロラ安定っていう、まあ、信仰という、まあ、なんていうんですかね、その不快要素があるので、そちらの方が、まあ、2戦目に見られにくいっていうところで。いや、もう9、8、がいい8、で1、2を、新、え、郎、ー、新郎、新居で見るっていう、新郎なのか、新居なのかで見るで。か確かに難しいとは思うんだけど。 うん、まあそうなんだよな、これさ、結局僕、予想言っていいから、もう一回さ、決選投票になって、もう一回来てさ、神、うんまあ、<laughs> 梨がもう一回来るってそうのはそうするんだけど、どう思います僕、二番さんは自分の思考をすごく分かってくれていたんだと思っていて、その発言は相当無駄にあると僕は判断しているから二番さんは確実に死んだと、<分>今でも思っています。はい、で、えっ、ー、とー、あとなんだ あまあそうだね。9番さんは、まあ、レイローラー必ず完成しますっていうところから、行ってるムーブっていうのは、まあグレーに狼、普通にいるムーブだよねっていうのは、まあ逆理論だけどね、うん、うん、思うし、うん、まああとな、あとなんだっけ。

マジで、マジで、三六が村なら言いますけど、相当やべえよ、マジ村相当やばい、<laughs> 本当に。え、だって普通に考えてさ、2番の言ってることってさ、最初に七釣り押してたんだよ。七が黒く見えるなら七釣り押せばいいじゃんって。占いにしようの状態。い占いじゃないの。しいわ例のにしようの状態。普通にやばくない。投票先見ろよって普通に6番にも言いたいわって普通に思ったわ。わ投票先見てほしいんだけど、本当に。私今、助ける言っちゃったから見れないけど、 二号も、もう、もう、人外でしよって、もう人入りしかないでしょ、普通に考えて。だって、うち八番の黒い要素上げれてないって言ったじゃん。え、だから、だからこそ、あの状態では対抗を釣り押すのが正しいと思ってるよ、今でも。カングレなんか、え、だってさ、普通に考えて、一二が確実に新居っていうわけでもないじゃん。だって二号の投票先見てくださいよ。 両方ともずっと六番に入れてるんだよ。もうログバニーしか言えないのか。天下入りたくないけどさ、さル番に本当に、本当にマジで言っての心の底から言ってんの。お前は3番も村だったら本当にマジで、ジでマジでやばい。本当にやばいと思ってる。<laughs> お前はファンタジーやで。え、8キーローローに見えます ?8 キーローローで、てか2番のサーんだとして、ハッシ考えて言ってること暴論すぎるんだよ。<laughs> もう。やばい、5番サーシンだよ。ボーロなんですよ、2番サって。だって2番サって片しから行きたいって言ってんだよ。 片城行きたいって言って5番さんのグレー目が納得できるわ本当に訳が分かんないそれなら1番さんの方の遺言の方がまだ納得できた番 1>, 1番さんっていうのは2番さんのことを確定陣外で分かってるからだから7が確定陣外って分かってないからこそ2番釣りをしてんだよ5番さんおかしすぎるでしょって普通に思うけどなてていやこれ私村人ならそうあーもうこれで負けたくないんだけど本当に <laughs> これで負けなくない?なんで。私の一体何がいけなかった?てって。いや、もう。すべてす全べて。すべて新要素ないわー。投票を始めてください。これ五番さん説得だから、投票するとか言わないかな。大丈夫かな。<laughs> あーあああ <laughs> いや、でも待ってよ。これ5番さんさ、これ接続きりだから紙なしだったみたいな推理で働かないかな。<laughs> フォーエバーファンタジー。フォーエバーエンドレスファンタジー。 いやー帰ってきてほしいけどなーここまで来たらああ帰ってきたよかっ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 たファッションゲームやいやあキュウ強的にはやっぱキ狼であってほしくないけどね あってほしくないけどね、これね。皆さんどう思います皆さんの予想どうですか ?5 と9どっち狼だと思います素直に9って見る視点もあるけど。9狼あってほしくないな、これ。ご主人様だと思いたくないな。あ、ご予想が多い。おー、噛むのねおー、まあ。まあ 3番さん唯一まともだから噛むという視点もあり。はい、発言します。えっと、なんか接続エラーになって全然結果がよくわからなかったんですが、どうなったんですかああ、同票になったのか。同票になって、なんで3番が噛まれたんですか。ああ、把握です。えっと、もういっぱい喋ったからあんまり言うことないんだけど、 木村さんの発言途中から聞けてなかったんだよな。あなんか投票の先のことをめちゃくちゃ言ってましたよね。なんか2号でみんな2人揃ってなんか6番にずっと入れてるんだよみたいなことを言ってましたよね。まあ、6番さんが黒かったから入れてたっていうことだけだったと思うんですけど、普通に。まあ、あとは、あの進行の視点が似てるていうから、同じだったとっいうことだと思いますけどね。それだけで相方って見るんですか <laughs> そんなそんな露骨に同じことしますかって、普通に。 <laughs> 思いますけど。はい。お願いします。9番で。終わりましょう。6番。とんでも理論展開してくれた、これ3画面について。なんで噛まないのなんで噛まないの俺を。いや、噛まない番番番が接続切れれなななのに3番と9番にんで入れなかったの？<laughs> ファンタジー、噛まないわワーチャー5番、み出し選択で。出た。んじゃないの<た>いやー、持ってきたとんでも理論。接続切れだから5に入れないの、理論、まあ。結果論としては良かったんだなって感じです。で、俺が結局、e、い2ポジで。 僕んなよどんなことがあっても、ね、6かもないわ。1信教であった場合っていうのは、もう意味ないってわかるから、しなくていいよね。二が死んであった場合、八9ローロー、85ローロー。え、でも一が死んでも五番はグレー釣りで五番はずっと六番に投票してるところから。<laughs> って思うけどえ久々こんな笑ったわ、アジマジでわかんない。本当に申し訳ない。 9番のプレイヤーは発言してください。いいですか六6番さん、耳の穴をカッポじってよーく聞きなさい。<laughs> はい、投票先を見てください。ずっと投票先見てます。<laughs> 6番さん、マジで言ってる ?8 号ロールなんて俺はずないんだろど、5番が8番に投票してんだもん、3考えて。え、だとしたら、3考えて、私、だからさ、言ってんじゃん。3、6、0、7、白8はカングレだったけどわかんない。でも、その状態で5番が8番に言うか。 8は5の相方にふさわしくはないの。普通に考えて。言ってることわかる ?8 番なんか2日目から5番に入れたいって言ってるんだよ。5番の方が2攻めって言って、5番釣りたいって言ってるんだよその。その中で8号ローロー攻めって大丈夫ですかマジでしっかりしてくんない <laughs> えだから私視点っていうのは、カングレの8番が黒く,は見えてなくてあてそ,それなら2号ロー,ローの方がまだ納得がいく、潜伏強人がいるっていう過程の方がまだいいの。 そっちの方が逆にしっくりくるんだけど。私視点、私視点考えてみて、6番。マジで言ってるって感じ、本当。六6番さんの思考は、6番さんの思考は、よくわかんないけど、わかんないけど、わかんないけど、けど唯一白いなって思ったのは4番さんのカリエドの。なんてさで6番さんが言ったとこ。それのみ。 だから6番さん、66の追加していのか、くしろだな。<何>本当にマジでしっかりしてくんない。これマジで切実に言ってるんだけど、<laughs> こんなんで本当負けたくないんだけど。<laughs> うち、うちが残されてるってこと相当自覚するに、多分私が相当狼に舐められてると思って。いや、噛まないわ。え <laughs>、なんで噛まれる懸念してんだろう、ろ659 <laughs> も <laughs> ファンタジーすぎる。いや、マジで、本当に、本当に、本当にマジで信じて、後悔は絶対させないから、6番さん、いいか。

あーだよね五人投票すると思ったーいやファッションで負けた何 <laughs> じゃこの村えええ え一黒え潜伏霊能って。やば。やばすぎ。普通に狼勝てたでしょ、今の試合。 3噛まなきゃよかったのになぁやっべえやっべえぞこれやっべえうわしかも1も7の潜伏ありはとか言ってやっべえやっべえ嵐ね潜伏もう普通に今勝てたでしょ今の試合 三神が痛かったなぁ。噛まなきゃよかったんだけどな。めんどくさくなったんじゃない小婆さん目線。いやー、これがファンタジー村ですか。やばいこれは、おい、霊能潜伏で勝ったじゃねえかよ。わらわらわらってコメント来そう。これは論破されますわ、コメント欄に。 平能、えー、潜伏が勝ってんじゃん。やっべー叩かれるコメントなんで。潜伏したおかげででも勝ったなーこれなー潜伏したおかげで勝ちましたね、これ村人ね。いや、潜伏れの強えなーマジで強え。 いやーやっぱ最強なんだなこれ潜伏霊のあーなるほどね僕も潜伏しようかなーこれ